吉谷の流儀134条ですかね。今回ですね、金に目がくらんで転落しない人生を送る方法、金に目がくらんで転落しない人生を送る方法にしましょうか。昨日の良かったんじゃないですか。春衛リクエスト良かったんじゃないですか。ということで、この春衛くんのねインスタの投稿、はい、ここね、はい、春衛、いくら稼いでも普通にこれに幸せを感じる。お金は結局手段でしかないから、早く自分の幸せを見つけることが大事だと思う。コアラのモアチね。ショウエイ。コアラのモアチ。避けるチーズ。避けるチーズね。これ俺と一緒ですね。避けるチーズ。避けるチーズ。あれ違うかこれ。これ違うか、あ、一緒やな。一緒っすね。このね、スモーク味がいいっすよ。ね。はい、ということで、まあ今回ですね、まあそのお金に目がくらんで転落していく人っていうのはどういうことなの。まあ前回のちょっと深掘りっすね。深掘り。いろんな人見てきてるんですけど、まあ結局その、なんだろうな、周りを生きてるんですよ。わかります。まあ僕の場合は、例えばね、情報ビジネス、情報商材、なんだ、まあそれでガンガン売り上げ作ってね、やってる人って東京に一挙集中してるんですよ。みんな東京にいてます。みんな東京です。僕鹿児島ですね。だから要は周りに影響されないというか、まあ春衛くんのね、この投稿にもあるんですけど。自分はこうだっていう、自分はこれが好きねんっていうのを持つことがマジで大事なんですよ。でもほとんどの人って周りがこうだから、周りがこうだから僕もそうじゃないといけないっていう。前ね、なんかそのまあこれよくある話、聞いた話あるかもしれないですけど、なんやろな、そのお金持ちになる人に、お金持ちになるためにはお金持ちの人とつるんで、その生活をしてみるというかね、体験してみる。例えば高級なホテルに泊まってみるとか、なんかまあなんかいろいろあるじゃないですか、そういう話。なんかそれを体験しないと分かんないよみたいな。まあ確かにそれは間違ってはないと思うんですけど、それをやり続けると周りを生きるんですよ。ね、周りがこう言ったからこうみたいな。わかります？だから僕いろいろ勉強してきていろいろ思うことが、結局その転落していく人って周りに合わせちゃうんですよ。周りに、もう完全周りに合わせるし、見栄張りたいとかね。だから見栄がねいい方向に行けばいいんですけど、悪い方向に行くっていうのを結構見てきてますね。だからまあ本当に自由に気楽に生きるためには周りからとね、離脱するっていうね。まあ、アドラーの心理学的に言うと、その世界から離れるっていう。逃げるというよりかはもう分離するっていうね。ただやっぱね、与沢さんも言ってますけど、まあ孤独が最強かなっていう。まあその、影響受けないんで。僕も鹿児島にいますけども、まあ影響受けないですね。まあ、全然影響受けないですね。海外行かなくても影響受けないですね。そう、影響受けないですね。でも例えば東京でね、渋谷とかいて、まあそのなんか夜ね飲みに行こうぜとか、まあそのね稼げてる人たち集まりでやると、まあいろんな話聞くんでね、まあ影響されますよ。まあ今回のまあもうちょっと古い話ですけど、今回のローンチ何億だぜみたいなね。今回のローンチ何億だぜみたいな、リスト何本取れてみたいな、このリスト美味しいぜみたいなね。まあそんな話ばっかですからね。そうだから、まあそこからねやっぱ離れるってことが大事ですね。で、あとはまあ自分のこれだと思うものを見つけるというか、だから自分の定義を決めちゃう。例えば僕だったら車は 34GTR みたいな、僕の中で
まあそれが誰に何と言われようと僕が好きっていう、いや僕は好きですよ、あなたは好きじゃなくても僕が好きなんだったらそれでいいじゃんみたいな、僕の人生なんだから、俺の人生みたいなね、これ俺の人生ですね、俺の人生ってドラクエじゃなくて俺の人生ですねこれね、いや俺の人生を俺が生きてるんだから俺が好きであればそれでいいじゃんっていう、間違ってないですよね、俺の人生なんだから俺が好きで、俺でいいじゃんみたいな、なんだけどほとんどの人が周りの目ですよね。例えばあの隣の家族がこんなの買ってみたいなねよくあるじゃないですか。まあまあまあしょうがないですよ、それにあの羨ましいなとか、なんか僕も人間ですから、やっぱコンサル生のあの一応稼いだ子いてるんですけど、やっぱランボルギーニ買ってね乗せてもらった時に羨ましいなと思いましたからね、やっぱランボ欲しいなみたいな。まあランボは買おうと思ってますけどね、あの裏感、これ頑張ってまあ一回ちょっと手に入れてみようかなと。まあこれはもうちょっと戦略的な企画の部分でもあるんで、あの仕事で使うっていう、だから僕が愛してるのは愛車は間違いなく産業なんですけど、そのマーケティングっていうか企画としてちょっとあると面白いかなっていう、だ面白い、そのランボルギーニウラカンスパイダーがあって、そのなんやそれでいろんな絵が撮れるし、企画としてなんかちょっといろんな企画ができるなと思って、だこれはなんか仕事として面白いなっていうところで買うだけであって、車が何好きですかと言われたら3、4しかないですよねみたいな、なんだろうな、なんか自分はこうですみたいな、でもねこれね難しいっすね、なんかやっぱここで俊英くんが投稿してる通り、お金って結局そのツールでしかないですよ、まあ、マジでツールなんですよね。でお金を稼いでそれを何に転換するのか変換するのかだけじゃないですか。じゃあお金例えばね1億円持ってるとするじゃないですか。でもその1億円は銀行口座に1億円あるんだけど、その1億円が凍結されていて下ろせなかったらどうします？使えなかったら。でも1億円あるんですよ。そんなお金いります？1億円あげますよ、だけどそのこの1億円使えませんみたいな、どうすか？多分いらないですよねいや1億円あげますよ、だけどこの1億円使えません、いりますか？あ、なんか必要ないですよね、使えないお金って、どうすか？だからお金は手段なんです、ツールでしかないので、まあ、それを手にして何に転換するかだけなんですよ。で落ちていく人ってその転換の仕方がね、その転換するときにお金を何かに転換するときに周りの影響を受けて周りのあれに合わせて転換しちゃう、だから自分本来のものではなく周りなんですよ。だからこれだと例えば身の丈に合わないものを買いまくるとかね、結構ありますね見てきました売り上げが上がってないけど周りのね合わせるためにいっぱい買うとかね、だからそのまあ自分のキャパシティと身の丈合った転換だったりとか上手な転換方法ですよね。でもその上手な転換方法って何かっていうと、まあ結局自分が本当に欲しいのか自分が手に入れたいものなのかっていうところが大事だと思います。そうだってお金に目がくらんでっていうとなんかお金お金ってなると思うんですけど、結局そのさっきほど言った通りじゃあ1億円もらったとしてもそれが使えなかったら意味ないじゃないですか。だから結局お金に目がくらんでるということは何に目がくらんでるかっていうと本質的なところを言うとそのお金を使って何かに転換するこっちの、まあ、その転換のその先に目がくらんでるんですよ実は。もしますね、お金に目がくらんでるようでそのお金をどう転換するのか変換するのか使うのかっていうその先の影響に目がくらんでるんですよ。ああいいなーみたいな、わかります？実はそうなんでね、そこからやっぱね離脱するっていうのがね結構大事ですね。だからやっぱね孤独は最強っていうのはね感じましたね。僕も鹿児島に来て思うことがマジで最強っすね。本当に東京にいた時はいろんなの入ってきますから、
いやマジで入ってきますからね、いろんな情報、裏側の情報がマジで入ってきますよまあちょっと言えないですけど、まあ入ってくる裏側の情報がいろいろあるわけですよね。まあこれちょっともう放送禁止用語、放送禁止なんで言えないですけどまあひどいですね、はい、だからまあやっぱ孤独が最強だと思います。うん、なんかその情報を断つというか人間関係も断つっていうのがまず、まあ、まあ僕はここの事務所を精神と時の部屋って呼んでるんですけど、まあそういうなんかそういうところに身を置くっていうのは結構大事だと思いますね。孤独と向き合う、孤独と向き合うって言葉を変えると自分と向き合うかどうかなんですよ。わかります？孤独と向き合うって多分自分と向き合うってことだと思うんですね。だから孤独であればあるほど自分と相当向き合えるんで、だって外部から情報入ってこないですからじゃないですか。みんなねノイズが入ってるんで、めちゃくちゃノイズ入ってますよ。そう、まあそんな感じでございますね。はい、ということでお金に目がくらんで転落しない方法はノイズを遮断しろってことですかね。ノイズを、そう、本当に自分と向き合う、だ向き合う時間を取った方がいいと思いますね。ただ今はちょっとご飯炊いてるんですけど、そうご飯炊いてる時間あるんで動画回してるんですけど、もう未だにもうずっと自炊ですからね。そう、今日納豆食べるんですよ。納豆ね、納豆にネギとからし、これ最高にうまいですね。炊きたてのご飯に、まあこれ男飯でまた動画撮ると思いますけど、炊きたての飯に納豆をねブワーかけてブワー食うのが多分ね一番うめえんじゃないかなみたいなでも東京いてるとね、なんかオシャンティーなね、オシャンティーなところにねお付き合いしないといけないわけですよ。でなんか何万、なんか1日10万ぶっ飛ぶとかねまあそれが好きだ、本当に好きだったらいいと思いますけどね。まあ納豆ご飯がいいっすねそのなんかその東京のなんだその高級料理店でなんか食うより納豆ご飯、もう炊きたてのご飯に納豆ぶわー囲むのが一番うめえんじゃないかなっていうっていう自分の好きですよね。わかります？いや吉田さん僕納豆あんま好きじゃないんですよっていう人はまああれですけど、いや納豆にネギ、まあネギもねこうネギ大事なんですけども、あとからしですね、もう2個入れますから今日2個ちょっともうよだれ垂れてきましたね。ちょ今日飯食ってないんで、ちょもうちょ腹減って限界ですね。パワー切れですそう、だから自分が好きだから鹿児島を選んだのもなんかね、まあその第六感なんですよね。なんか好きだなみたいな。なんか全国いろいろ回って、だから10周年記念で全国いろいろ回ったんですよ。でそんな車で全国ブワーって回ったんですけど、鹿児島なんかめっちゃええなと思って、で今日もインスタ僕アップしてますけど、いやね鹿児島ね、いや綺麗なんですよ。なんかね鹿児島の地形って面白くて、多分日本全国で鹿児島しかないと思うんですけど、桜島をこう360度というか囲ってるっていう、あの地形すごいですよね。だからこう桜島をこう通る、うわー見れる、こうすごい綺麗です、いいんですよ。だからこれはねなんか鹿児島にまあ5年前かね、車でこう来て全国セミナーですね、10周年のめっちゃいいとこだなみたいな。そう、まあ他にもいろいろな要因はありますけど、なんだみんなバーチャルオフィスで東京なんで、まあ特定商取引が鹿児島だと面白いんじゃないかなみたいな。だって情報ビジネスやってる人で特定商取引ね、鹿児島あります？まあまあないっすよねみんな東京のバーチャルオフィスですからねそう、鹿児島みたいなね。そう、もはやもう特定商に住所記載してるけど誰も来れねえんじゃねえかなみたいな。田舎来ます？全然来てもらってもいいですけどね。今度
またちょっとコロナもうちょっと落ち着いてきたかな、どうなんですかね、 GoTo トラベルやってあれですけど、鹿児島合宿またちょっとやろうかなと思ってるんで、はい、鹿児島合宿、俊英、俊英鹿児島来てないだろ、俊英、俊英鹿児島来るしかない、俊英鹿児島来るしかないでしょ、来てないでしょ、こう上泊まれるからね、こうマックス4人ぐらい泊まったことあるんで、布団もありますから4つぐらい、俊英鹿児島合宿来ましょう、あの熟成割がありますから、熟成割が、そう鹿児島合宿ね、やっぱね鹿児島来た方がいいっすよ、みんな言って言いましたからね、鹿児島舐めてましたみたいな、いやマジでいいっすよ鹿児島、やっぱ俊英やっぱ鹿児島合宿参加しないとダメですね、俊英俊英鹿児島合宿来てみないか、まあということで終わりたいと思います。ありがとうございます。